いやー、やっぱり夏といえば清潔感大切だよな。池王子を目指す身としてはやっぱり清潔感には最低限の気遣いはしたい。汗はかくし匂いも気になるし、このあたりをうまくカバーしながら清潔感漂う池王子を目指したいんだけども、どんなもの買えばいいのかな。誰かこのあたり教えてくれる人はいないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、夏の池王子に見せるための清潔感アイテム5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、今年もですね、いよいよ本格的な夏を迎えるわけなんですが、そうなるとですね、清潔感みたいなところがすごく重要になってくるかなと思うんですね。冬よりもですね、夏の方が圧倒的に汗をかくので、清潔感という意味では最大の防御をしなくちゃいけない季節がまさにこれから到来するかなと思ってるんですね。僕自身も最低限の清潔感みたいなところは意識してるんですが、まあ、その際にこういったアイテムを買っておくとすごく便利ですよというところですね、今回は一本の動画にまとめてみたいなと思っています。もちろんファッション系のアイテムもありますし、それ以外のケア用品ですね、僕自身が実際に試しながらこれは良かったなというものをですね、厳選していますので、よかったら最後までですね、お楽しみいただければなと思います。また今回はですね、5点に厳選していますが、皆さんの方でもこういったものを持っておくと結構良かったよというですね、アイテムですとか、あとはですね、習慣みたいなものがあればですね、ぜひコメント欄で教えていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからですね、池王子見習いのですね、僕自身が実際に買って良かったと思うですね、夏の清潔感アイテムを皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、夏といったらやっぱり汗をかくので、いわゆるこうボディーシートと呼ばれるような汗を拭けるようなものですね、このあたりは持っておいた方がいいなと思うんですね。まあ、定番的なもので言うと、例えばメンズビオレだとか、そのあたりのものですね。僕も学生時代からそういったものを使ってきましたが、まあ、今回はですね、池王子という括りなので、まあ、そういったメンズビオレとかもいいんですけども、もうちょっと大人っぽくてですね、上品さが漂うものもですね、検討してみるのもいいかなということで、今回皆さんにご紹介したのはこちらですね、マークス&ウェブのですね、ボディ&フェイスクリアシートですね。これ最近僕も購入しまして、カバンの中にですね、常備させているようなもう鉄板アイテムになっています。結構僕のところにもですね、ボディシートどんなもの持てばいいですかっていう質問が来るんですね。そうなるたびにですね、先ほどお伝えしたような代表的なものですね、皆さんにお伝えすることが多かったんですが、それとはまた違った大人が持てるようなものっていうのをですね、結構皆さん求めていまして、僕も開拓したんですね。その中で出会ったのがこちらのマークス&ウェブのものなんですね。まあ、よくエキビル、ルミネとかに入っているのがマークス&ウェブで、僕自身もですね、いろんな商品買ってきたんですが、その中でもですね、このボディ&フェイスシートというのはすごく使い勝手がいいんですね。まあ、どういった点がですね、優れてるのかと言いますと、まずは香りがすごくいいんですね。ラベンダーとローズマリーの香りということで、やっぱりこう大人っぽい上品な香りがするので、拭き上げた時にもですね、清涼感も漂いますし、ほんのり残る香りというのもですね、すごくセンスよく感じられるので、これすごくいい香りだなと思っています。まあ、全身をしっかりと拭き取れるぐらいのですね、厚みのあるシートなので、1枚でもかなり広範囲にわたって拭き取ることができるんですね。そしてこれ面白いのが、化粧水が配合されているので、拭き取ってもですね、ちゃんと肌がしっとりとするんですね。そのあたりもすごく嬉しいなと思う点で、まあ、特に顔なんかはですね、汗かいて拭き取ってしまうとちょっとこうカサカサしてしまうんじゃないのかなっていう心配するところもあるんですが、化粧水が配合されていることで、そういったところも安心してですね、気軽に使うことができるんですね。これ結構個人的には画期的だなと思っています。まあ、こちらはですね、15枚入りのタイプと、あとは40枚入りのタイプ2つあるんですが、個人的にはですね、もうバッグの中に日常的に入れておきたいので15枚のタイプを買っているんですね。バッグに余裕がある方だとか、すぐに使い切っちゃうよりは大容量あった方がいいなという方は40枚でもいいかなと思うんですが、パッケージも美しいんですよね。このシルバーベースに対してブラックのですね、こういったタグがついていて、デザイン自体も洗練されているので、バッグの中に入っていても美しいというところで、そういったところも含めて池王子にはふさわしいアイテムかなと思うので、汗っかきの男性には必須だと思いますので、ぜひ皆さんもですね、チェックしていただきたいなと思っています。
続いて2点目はですね、ボディスプレーというジャンルですね。これもですね、秋冬というよりはやっぱり春夏、特に夏ですね、欠かせないアイテムになってくるかなと思います。先ほどすごく汗をかいてしまった時には全身をこのようなボディシートでちゃんと拭いてあげるというところをお伝えしましたが、まあそれよりもですね、もうちょっと気軽にケアできるというところではボディスプレーですね、すごく使い勝手がいいかなと思っています。僕の中では2つ愛用しているものがありまして、まあ以前から皆さんにご紹介しているのがニールズヤードのですね、こちらレモン&コリアンダーデオスプレーというものですね。これがもう本当に何本使ったかなというぐらい愛用しているんですね。香りはレモンが配合されているのですっきりと爽やかな雰囲気なんですね。やっぱり香りの専門ブランドだけあって、いわゆるですね、よく男性が使うような制汗スプレーみたいなですね、そういった香りとはまた違ったようなセンス漂うような香りなので、使っていて気分は上がるかなと思います。まさに大人にぴったりのようなボディスプレーかなと思います。まあ主にですね、スポーツ後だとか家から出る前に使うことが多かったりするんですね。 Amazon だと3000円ぐらいで買うことができるんですけども、一般的な制汗スプレーに比べるとかなり高くはあるんですが、この容量入っていてニールズヤードでっていうことを考えるとそこまで高すぎないかなということで、これ相変わらず愛用しています。そしてもう一種類ありまして、バッグの中に忍ばせているのがこちらですね、イソップのボディスプレーですね。価格が4070円ということで、サイズ的に言うとだいぶ違いますよね。ニールズヤードの方が大きくてなおかつ安いんですね。まあイソップというのはやっぱりですね、高級なブランドというイメージもあって、さまざまな百貨店にも入ってますよね。まあ、僕は伊勢丹メンズ館とかでよく買うことがあるんですが、まあこのブランドの雰囲気だとか世界観、やっぱりですね、多くの男性女性に愛されることもあってですね、魅力的だなと思います。香りは清涼感あるんですが、このニールズヤードに比べるとちょっと複雑な感じがするんですね。実際に嗅いでみると清涼感はあるんですけども、単調ではなくてかなり深みがあるんですね。様々な香りがブレンドされてというところが感じられて、よりセンスよく感じられるのがイソップかなと思います。癖がなくて万人受けするニールズヤードとセンスの良さというところがより漂うのがイソップかなと思うんですね。まあそういった違いと、あとはサイズですね。ちっちゃくて高いんだけど、その代わり日常的に持ち運びがしやすいというところではこのイソップのボディスプレーはすごくいいかなと思いますし、両方ともですね、男女ともにですね、人気が高いので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。この3つがあれば匂い系はかなりいいかなと思うんですね。あとはまあ人によってはですね、香水みたいなものをつける方もいらっしゃるかなと思います。僕も夏だとこういったちょっと爽やかな雰囲気の香りのものをつけてるんですが、これはマルジェの中でも最もですね、代表的なレプリカのですね、レイジーサンデーモーニングというですね、種類のフレグランスになっているわけなんですが、こちらは香りがふんわりと清涼感漂うような雰囲気なので、甘ったるくないですし、大人の男性にもすごくぴったりの香水かなと思います。僕もあんまり香水つけることがないんですが、数年に一度ぐらいですね、無性に買いたくなって衝動買いしてしまうタイミングがあるんですが、今回はですね、夏向けにこういったものを1本買いました。まあ僕はですね、香水つけるときに手首だとか首筋とかにつけるとちょっと匂いに酔ってしまうところがあるので、腰骨あたりにつけるようにしてるんですね。そうすることでほんのりと漂う程度なので、まあ割とそれぐらいがちょうどいいのかなと思います。なので本格的に香り付けをしたい場合はこういった香水というところで、まあマルジェラの1本を今回はご紹介させていただきました。まあ香り系は清涼感漂わせるためにはすごく重要なアイテムになってくるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。ちなみにこのあたりはギフトとしてもすごくですね、優秀かなと思いますので、その点も含めてですね、チェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目はですね、ムダ毛処理に欠かせないこちらのパナソニックのボディートリマーですね。これは夏時期こそ必須中の必須のアイテムかなと思っています。特に僕自身もですね、短パンをよく履くので、そうなるとすね毛ですね、これがものすごく邪魔なんですね。あると清潔感みたいなところがもう本当にですね、ガクンと下がってしまうので、個人的にはすね毛の処理はですね、週1で行うようにしています。まあ以前はですね、手動のトリマーみたいなものでコツコツ丁寧にやってたんですが、そうなると時間もかかるし手間もかかるので、めんどくさくてやる頻度がどんどんですね、少なくなっていくんですね。ですがこのような専門であるパナソニックのボディートリマーを買ってからは非常に簡単なんですね。すね毛で言うと1分ぐらいでも完結してしまいますし、僕はすね毛以外にもいろんなところにこのボディートリマーを使ってまして、例えば腕毛ですよね、このあたりも T シャツ着るので割と気になるなということで腕毛も剃ります。あと指毛みたいなところも剃りますし、手の甲
とかにもちょっと毛が生えたりするので、こういったものもすっきりさせちゃうんですね。それ以外にも VIO だとかおへその周りだとか、まあ、様々な毛をこれ一本でくまなくですねカットすることができるので、めちゃくちゃあると便利なアイテムかなと思っています。で、一応ですねこちらのトリマーにはダイヤル式のアタッチメントがついてきて、長さをですね細かく調整できるんですね。なのでスネ毛の長さも結構自由にですね決めることができるんですね。ちょっとツルツルになるのは恥ずかしいなという方はやや長めに残しておくのもいいかなと思うんですが、個人的にはアタッチメント部分を取ってしまってこのまま使ってるんですね。そうするとかなり短めの長さに整えることができるんですね。まあ、スネ毛もひょっとけばどんどん長くなりますから、なるべく短く刈り込んでしまった方が楽なんですよね。ですので僕はアタッチメント部分は取り外して基本的には使っています。値段もですね1万円近くして決して安くはないんですが、一度買ってしまえばこういったものは買い替えることもほとんどなく、かなり長く使えるかなと思うんですね。僕も故障するまで使い倒そうかなと思ってるんですが、時間とか手間を考えたりだとか、あとは全身脱毛とかと比べるとやっぱり手軽でお金もかからないので1本あっていいのかなと思いますね。僕も全身脱毛を検討したことがあったんですが、ただこれに出会ってからケアがですね結構簡単だし、スルスル剃れちゃうのでちょっとしたストレス解消になるんですよね。なのでこの感覚を僕は残しておきたいなということで、全身脱毛はせずにこういった器具にですね、まあ、ちょっと頑張って投資をしてうまく活用するようにしています。夏の清潔感においてはもうマストで必要なアイテムになってくるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね改めてチェックをしていただければなと思っています。続いて4点目はですね、夏の日焼け対策アイテムですね。このあたりも大人世代であれば一度検討してみるのもいいんじゃないのかなと思います。僕自身高校生の頃にですね陸上部で外でですねもう年中ずっと走ってたので、めちゃくちゃ肌へのですね負の蓄積があるんですね。年を重ねてからだんだんシミが出てくることが多くなったんですね。ですので定期的にですね美容クリニックに行ってシミ取りなんかもすることはあるんですが、まあ、そういったシミがですね新たにできないように日頃のケアは重要かなと思っていまして、日常的にですね日焼け止め、これよく使っているんですね。ビオレ UV アクアリッチ、これがですね今何本目かな、もう6、7本ぐらい使いましたが、めちゃくちゃ便利なんですね。さらりとしていて使いやすくてですね、使用感も軽いので結構これ使いやすいです。コンビニなんかでも気軽に買えることができるので、あちょっと日焼け止め忘れちゃったなという時にも気軽にゲットしやすいというところも含めて、これはですね使い勝手がいいなと思います。日焼け止めも高いものとかいろいろと試してみたんですが、気軽にガンガン使えることが結構重要かなと思うので、まあ、こちらのビオレ UV の方を使っているんですが、それと合わせて夏場ですねやっぱりこれの導入をしなくちゃいけないなと最近は感じていまして、折りたたみ傘ですね。これは WPC のイーザと呼ばれるですね折りたたみ傘になっていまして、僕はこのデザイン面も含めてすごく気に入ってるんですね。これもちろんですね雨の日にも使うことができるんですが、晴れの日にも使えるのですごく便利なんですね。いわゆる日傘ってやつですね。まあ、僕自身日傘を使う男性はあまりですねかっこよくないなという先入観がありまして、まあ、ギリギリまでですね使わなかったんですね。しかも結構僕身長ちっちゃいので日傘を差している女性なんかにですね顔をつつかれることもですね少なくなかったので、日傘にですねちょっとした恨みを持ってたぐらいだったので自分は使うものかと思ってたんですが、まあさすがにですね日中の気温が35度超えて37度とかそれぐらいになる時のですね日差しはやっぱりこの日傘があった方が圧倒的に防ぎやすいかなと思ってるんですね。まあ、こんな感じで色はグレーでですねちょっとこうストイックな色合いで、すごく男性が持ってもかっこいいような見た目なんですね。内側はこのようにブラックになっていまして、遮光率も 100% UV カット率も 100% ということで、これ1本あればめちゃくちゃ暑い日なんかには便利だなと思います。まあ、外に出ていて38度9度の時には僕もさすがに使います。まあ、ただそこまでですね気温が上がる日っていうのは多くはないので、日傘を日常的に使うかというとそんなことはありません。夏の中でもですね、まあ、5回未満なんですが、本当に日差しが強い時には持っておいた方が身の危険を感じるぐらいなので、まあすごく便利かなと思っています。あとは子供と一緒に公園行ったりする時なんかにも、日陰のポイントがない時にはやっぱり日傘があると便利なんですね。もう体力がじいじいと奪われていくので、こういったものはですね外遊びの際真夏なんかには持つようにしています。従来のですねちょっとこう女性的なやわな男のイメージというところではなくて、割とこうストイックなデザインのものもあったりするので、こういったものであれば大人世代も気軽に持ちやすいかなと思うので、晴れの日も雨の日も兼用ということで1本こういったものも持っておくのもですねすごくいいかなと思うので、よかったらチェックしていただければなと思っています。
ラスト5点目のアイテムなんですが、インナーですね。もうマストかなと思います。僕自身夏にですね、 T シャツ1枚のスタイルであっても必ずその内側にはですね、インナー T シャツを潜ませてるわけなんですね。僕にとって欠かせないのはまさにこちらですね、インティーですね。グンゼの名品だなと思っていまして、僕は1年中ですね、このインティーを着用しているわけなんですね。まあインティーにも様々な素材感のものがあるんですが、僕がですねこの夏時期に愛用しているのが、こちらの夏バージョンのですね、コットンが入ってないバージョンですね、化繊オンリーの素材のものなんですね。これがですね、夏場は軽快ですごくいいんですね。通常のインティー半袖バージョンを僕はですね、真冬以外は着用してるわけなんですが、もちっとした質感だとか体にフィットした雰囲気だとか、そのあたりはすごくいいんですが、こちらの夏バージョンに関しましてはややゆとりがあるんですね。夏場にピタッとしすぎてしまうと、それだけで暑くなってしまうので、適度なゆとり感がですね設計されてるんですね。で、肌触りに関してもかなりですねサラッとしてまして、速乾性に優れてるんですね。通常のインティーに比べるとですね、生地自体も 25% くらい軽くてサライと着やすいですし、圧倒的に汗が乾きやすい。このあたりはやっぱり夏に特化したような素材使いかなと思っています。僕は去年なんかはですね、通常のインティーで夏を過ごしましたが、一度こちらを使っちゃうともうですね手放せないんですね。まあ、せっかくなんで開けてみましょうかね。実際に開けてみるとこんな感じですね。通常のインティーに比べるとやっぱり透け感がすごくあってですね、軽いですね。そして結構肌離れも良さそうな雰囲気なので、このあたりも含めてなかなかバランスがいいなと思いますね。まあ、単体で見るとどう考えてもおしゃれさとは程遠いんですが、あくまで透けないことが一番大事なので、こういったベージュが圧倒的に使いやすいかなと思います。特に僕は白ベースのプリント T シャツとかそのあたりを着ることが多いので、その時にですね一番透けないのがベージュなんですね。ちゃんとインティーということで、この襟元ですね、深めに横に開いてるので、 T シャツを上に着てもこの襟元からですねこの部分が見えるってことはまずないので、そういったところも含めて完璧な設計になってますね。清潔感を漂わせるためには、直接 T シャツに汗が染み込まない方がいいかなと思いますし、こういったものを1枚かませることで T シャツの持ち自体も良くなりますので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では夏のイケオジ清潔感アイテム5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、今回の動画に関しては1点目から5点目まで全部持っておいていいぐらいですね、重要度が高いアイテムかなと思います。その中でもデオドラントシートだとか、あとはですね日傘ですね、このあたりはちょっとこう新鮮度が高いかなと思います。僕自身もですねデオドラントシートに関しては今までですね市販のものを使うことがあったりだとか、あんまり意識してなかったんですが、こういったものをですねアップデートすることでほんのりと香り付けもできますし、気分も良くなるのですごくいいアイテムだなと思いました。あとは日傘に関しても数年前までは否定派だったんですが、やっぱりここまで暑い日が続くと日焼け対策という意味でも、あとは体調管理の部分でもですね使ってあげた方がいいかなと思うんですね。コンパクトめな折りたたみ傘であればもうバッグの中に常備することができるので、雨の日にも使えて、なおかつあまりに暑い日には日傘として使うのもいいかなと思うので、このあたりもぜひですね皆さん検討していただくといいんじゃないのかなと思っています。普段はファッションの項目をお伝えしていますが、ファッションをこだわるというそれ以前にですね、清潔感の項目というのは土台としてすごく重要になってくるかなと思うので、ぜひですね今回の項目皆さんなりにですね改めて見返しながら1点ずつアイテムも買い揃えていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっと通向けの専門ブランドに関してましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信を行っています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画じゃなくて文章と写真でおすすめのアイテムですとか、僕自身が実際に買ったものをですね逐一皆さんにですねお届けをしています。僕自身も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っております。以上、スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。